スターメーカー闇の勇気士。それじゃ今回はがっつり探索行くぞ。それで何を探索すればいいんだろうな。周囲に異常がないか調べるんじゃないのか。異常って言われてもな。なんだこれは。アンドレシア大陸のオーク軍ってのは辺境の大陸に追放されたはずだろ。冗談よせよな。ルフィア、あんた炎の魔術師なんでしょ。森を焼かない程度にあの連中を痛めつけちゃって。焼かない程度って この後に及んで腕組みして考えてる場合じゃねえ。一度ファーの月に逃げ込むんだ。これは異常なんだよな。戦闘クエは勘弁してほしい数だな。全然減った気がしないな。これは負けイベントなのか？負けてはいないが、一時撤退だな。ついに帰ってきたか。帰ってきた？それどういう意味よ。昔このファン平野の付近にはヒューマン、ダークエルフ、ドワーフ、そして多くの一族が住んでおり、これらの四種族は微妙なバランスの上に共存していたのだ。しかし18年前多くが他の三種族の土地に侵略を始め、このアンドレシア史上でも類を見ない大きな戦となった。三種族の連合軍とオーク軍の戦いは300日にも及び、なんとか勝利は収めたものの、ドワーフたちは一族の半数が死に絶え、ダークエルフたちも森の大半を消失した。我らヒューマンも最強のドラゴンライダーとまで謳われた先の皇帝クロアノス様が戦死するという最悪の戦となったのだ。敗れたオークの一族はその後どうなったのですか？ドワーフたちからは一匹残さず滅ぼしてしまえという強硬案も出たが、ダークエルフ王ゼールスが恩情判決を主張したため、結局は遥か東の不毛の大陸ウルフレンドへの追放処分に決定したのだ。ではオークたちは18年前の復讐のために？そうとしか考えられんな。た
ただ単に領土を得たいがための侵略であれば、このアンドレシアよりもウルフレンドに近いテレシアが狙われたであろう。ここはオークにとっては聖地のようなものだ。三種族への復讐戦の第一歩として、このファーンを狙ってきたに違いない。やはりこういう流れになるんだな。どうやら戦闘クエらしいな。嫌な予感が当たったな。戻るんじゃなかったのか。この先がどうなってるか気になるだろ。突破できるかもしれないだろ。変な場所でやる気になってるな。見るからにダメっぽいな。素直に戻って欲しかった。
散らせ。我が帝国の力、オークどもに思い知らせてやるのだ。あなたはマクネイル様がご心配よ。あの男は心配などという人並みの感情は持っておらんよ。それに私はもともとあの男の家来などではない。我が主人モンドール様からの密命でテレシア帝国に潜入していたに過ぎん。しかしお前たちここまでどうやって来たのだ。テレシアからの入国ルートはダークエルフに閉ざされてしまったはずだが。はっ、何でも知ってるような顔をしてそんなことも知らないのか。ゼールスは俺たちが始末したんだぜ。何、あのダークエルフ王をお前たちが倒しただと。そうさ、恐れ入ったか。大したものだと言いたいところだが、お前たち確か北へ向かっていると言っていたな。渡り鳥じゃあるまいし、ただ北に歩いてるんじゃないわ。エルドラードっていうきちんとした目標があるんだからね。ほう、あのオールドエルフのところにか。では好都合だ。我が帝都ザムザンまでお越しいただこうか。あんた一体何を企んでるのよ。断っても無駄だぞ。エルドラードに入るには、どのみち我らが帝都を通らねばならぬのだからな。会話が長いと楽でいいな。その分出番が減るけどな。We'll be right back.
またどっかに連れて行かれるっぽいな。皇帝陛下には嬉しいぞ。歓迎の晩餐会だな。歓迎はされてないような気がするけどな。王権、こやつか。あのダークエルフ王を倒したという娘は。はは。わしにはただの小娘にしか見えんが。モンドール、お前はどう見る？確かにとてつもなく強力な潜在力を感じますぞ。私は反対ですな。これは子供の遊びではない。おお、モンタズナ殿。先月だったかな、貴殿に任せてしくじったのは。あの時成功していれば帝国本土へ侵攻されることなどなかったはずだが。何ですと。貴殿の兵こそウルフレンドに到着する前に姿をくらまし、どこぞの大陸で野党になり下がったと聞いているぞ。何をごちゃごちゃ言ってやがんだ。俺たちがここに来たのはエルドラードに行くためで、お前たちの口喧嘩を聞きに来たんじゃねえ。ここを通すのか通さねえのか、どっちなんだ。ずいぶんと威勢のいい娘だ。では結論から言おう。モンタズナ殿、構わぬな。仕方あるまい。お手並みを拝見しようではないか。エルドラードへの通行は許可する。しかしあそこは我がアンドレシア帝国にとっても聖なる重要な地。ただでというわけにはいかんな。どういうことだ。ダークエルフ王さえも倒したお前たちのその力を我が帝国のために役立ててもらおうというのだ。ふん、随分とせこいこと言うじゃねえか。断っても構わん。がもし断れば、エルドラードへは一歩たりとも踏み込ませんぞ。それでもよいのか。選択の余地はなさそうですね。その話、お受けいたします。賢い判断だ。では今からお前たちは我が帝国の国賓ということになる。部屋を用意させるので、まずはそこで休んでいただこうか。
面かるっていうか、物色だよな。その言い方はやめろと。良い子のみんなは真似しないようにね。今さら感が半端ないな。ドラゴンの中のドラゴン、ベスバニアが久しぶりの遠征だな。おい、チチーナ、ブラシの替えはまだか？このブラシかい、ハンジーちゃん。違う、何度言ったら覚えるんだ。ドラゴンの鱗を磨くブラシは針金の毛がついていて、ああ、もういい、わしが取ってこる。まったく、うちのじいちゃんと来たら走るのと怒鳴るのが趣味なんだぜ。嫌になっちゃうよな。でもああ見えても昔はドラゴンナイツ専属のドラゴンの世話人だったんだぜ。これだこれ。そのサークレットはなんてこった。娘、お前そのサークレットをどこで手に入れた？ペルタニウスがドラゴンナイツのラーカイムだと言っておったか。なるほどな。その漆黒の髪は確かに我々アンドレシアの民のものだ。ま、もっともわしはもうすっかり白髪頭だがな。しかし手がかりがそのサークレットだけでは父親の特定は難しいぞ。三つのラーカイムはすべて同じ形をしておるし、そこにはめ込まれている黒い宝石はその持ち主の心によってその輝きを変えるそうだ。不思議なサークレットですね。伝説によれば、遥か南の大陸ソルレンドからこのアンドレシアのオールドエルフに託された秘宝で、その黒い宝石には古代人の意志が宿っているということだが、まあ怪しいもんだな。もし伝説が本当なら、娘、お前がとんでもない大災厄からこの大地を救うというのだからな。ちょいと信じられん話だ。おしゃべりはそこまでだ、じいさん。多くの城への侵入方法を伝える。奴らの町は頑丈な石垣で覆われており、正面からの侵入は困難だ。しかし背後の山岳方面は全くと言っていいほど手薄になっている。モンタズナもここに目をつけ、先月の派兵では山の反対側から地下通路を掘り侵入を試みたのだが、計画は途中で頓挫してしまった。オーグ軍に発見されたのでしょうか？わからん。ほどなくトンネルも掘り切るというところで兵たちと連絡が取れなくなり、それきり音沙汰もない。物見に出した密偵によれば、そのトンネルは塞がれもせず残っているとのことなのだ。まさかそのトンネルを使おうってんじゃないでしょうね。他にルートは考えられん。お前たちにはそのトンネルを使って侵入してもらう。ずいぶんとずさんな計画なんじゃない？死人に行けって言われてるようなもんだわ。そうでもあるまい。何せあのゼールスさえも倒したお前たちのことだ。多少の手応えがなくてはつまらんだろうからな。この黒竜、ベスバニアがお前たちをウルフレンドまで送ってくれる。こいつはバルバラン皇帝がドラゴンライダー時代にまたがっていた由緒正しいアースドラゴンだ。ありがたく思えよ。
そこにお城が見えるわ。でもなんだか気味の悪いお城。モンドールの城、バーラムだ。バーラム？魔導書に出てくる邪神の名だわ。ほう、お嬢ちゃんにも私の声が聞こえるのかね。お嬢ちゃんですって？私そんな子供じゃないわ。あんた何さっきから独り言言ってんのよ。わかった、高所恐怖症なんでしょ。それで怖くて独り言言ってるんだ。独り言？我々の声は誰にでも聞こえるわけではないんだ。お嬢ちゃんにはドラゴンライダーの素質があるのかもな。おい、なんだいこのドラゴン、急に体を揺すったぞ。笑ったんですよ。なに、兄弟して変な冗談言わないでよ。ロリエン、あなた高いところが苦手だったのですね。違うわよ、このロリちゃんには怖いもんなんかないんだから。絶対ないんだから。本当よ。でもちょっと寒いかななんて。でも